藤森神社は、大阪府摂津市に鎮座する神社。拝殿、摂津名所杖に、鳥飼西村にあり、この地五ヶ村の産砂神なり、例祭9月9日、山州藤森、須藤神隆天皇を、環状聖理とあり、舎人親王を、京都藤森神社より環状した。社域が淀川に近く古来より水害を被り、ある年神輿が流れて、衰多に至ったことから、御旅所、高浜神社の境内に置いたという。今の社殿は、天正5年の建築。阿尾幸彦は、この地が元鳥飼部の居住地で、日本書紀、新専制志録にその名があり、その部民が、祖先天佑が挙げた命を祀っていたものが、神社の名が、京都の藤森と同じことから祭神を、舎人親王としたとしている。太宰府に左遷された、菅原道真が赴任の途中、鳥飼の地に船をつけ、食後自ら、幼樹松を植え、もし若葉を生ぜばこれ気楽の長なりと言われた。後に生育して3本の幹に分かれ、里人がここに社殿を造営して、元高を祀った。明治に、藤森神社に合祀される。縁起式に、金と薪とある都の周辺に設けた六牧の一つで、諸国から運ばれた牛馬を飼育して都に送った。古くは、慶長19年、片桐勝元が茨城城に入った時に使ったと伝えられ、昭和8年から昭和50年まで、大阪府営の鳥飼の渡しがあった。鳥飼鎮座、藤森神社。ありがとうございます。